あとここの紐紐ワイヤーのこと、あ、ワイヤーかマビックのキリシウム、はいはい、キシリウムフレームチャンネルへようこそ。はい、ということで自己紹介の方お願いします。はい、はじめまして、関西出身のローディゆかりです。よろしくお願いします。ということでゆかりさん、はい、多分初めましての方もいると思うので、はい、まず普段どんな活動されてるんですか？普段はですね、週末に、うん、こちらの自転車でいろんなところに出かけたりもしますし、あとは平日はオンラインで家でローラー持ったりとかもしてますね。オンラインで？オンライン、はい、オンラインのそういうローラーのチームに入ってます。ちなみにチーム名は？ワンラップエンジェルです。お、じゃちょっと概要貼っとくんで、はい、まあ、気になる方見てもらって、お願いします。今日はエンジェルのゆかりさんの、はい、愛車紹介をしていこうと思います。はい、お願いします。はい、ということでゆかりさん、はいはい、まずこちらの自転車、はい、どこのものになりますか？こちらはですね、リドレーです。お、リドレー、はい、リドレーを選んだ理由を教えてください。それはですね、もう、はい、弱虫ペダルの東堂陣八っていうキャラが大好きすぎて、はい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 、私はリドレーしか興味なかったです。興味なかったですね東堂さん好きだと。そうです。え、今回のこの自転車のリドレーの何ていうものになりますか？リドレーのフェニックス C というもので、はい、こちらのカラーは日本のみの発売で、うん、で限定100台。限定100台ってなってます。それを選んだと、はい、選びました。どうでした、こう、はい、出会った時の感じは？出会った時の感じ、まず店頭とかに置いてないので、インターネットで見てて、うんうん、でこれありますかって聞いた時に、あるんですけど、もうあと残り 1,2 台しかないですよって言われてで、え、やばーと思って、はい、その限定残り 1,2 台って聞いて、あ、じゃあ買いますってなって。すごいねその即決力と出会いですけど、はい、ちなみにサイズはいくつなんですか？これサイズ、こちら XS サイズになります。 XS サイズなんだ、はい、じゃあ結構小柄な、まあ小柄、まあもともと大きいフレームが多いけど、はい、まあ、日本人の方でも乗れるサイズがあると。そうですね、女性でも大丈夫です、うんうんうん、一応身長160からで、はい、いけるので。いけるんですね、はい、分かりました、はい、お気に入りのポイントとかありますか？お気に入りのポイントはですね、最近友達につけてもらったこちら、はい、ここね、これちゃんと名前があるんだそうなんです、自分の名前貼ってるんですよ。いいじゃないですか。いいですよね、ゆかりさん。はい、このボディとかさ、そのパーってさ、はい、自分の今好きなポイントとかないんですか？好きなポイント、今ボディを全部白色に変えてる途中なんですけど、こことかこことかも白くした、ここですかね、白く。あ、ここ、はい、ここ、それまでは白くなかった。黒でした、シートポスト。はい、シートポスト黒だったので、ーシートポスト変えるだけで、あ、一気になんか白っぽくなったって思ったの。一気に白っぽくなった、まあね、自転車自己満の世界ですから。そうです、そうです。はい、他にもなんか買いたい部分とかってありますか？あとはまずここのハンドルも全部、あー、はい、バーテープ、これ多分スパカズさんのバーテープだと思うんですけど、もともと黒と白のものなんですか？はい、もともと黒と白のバーテープで、うんうん、まあすぐ白汚れちゃうから、うん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 、一回これに変えようと思って変えたんですけど、やっぱり白がいい。あ、じゃあ、まあ、今回黒入ってるけど、はい、元に戻して真っ白にしたいと。そうです、そうです。あとここの紐紐紐紐、え、ワイヤーのこと？あ、ワイヤーか紐ね、新しいな表現が。ワイヤーも白にしたい、うんうん、そうかそうか、本当に真っ白にしたいんですね。はい、したいです。はい、ということでもうちょっと詳しくお聞きしたいんですけど、はい、まずじゃあこちらのホイールはどこのものになりますか？はい、ホイールはですね、マビックのキリシウム、はいはい、キシリウムなんかはい、パンクとかって怖いじゃないですか、うんうんうん、で一回パンクの修理のやり方講座されたんですけど、はい、自分で締めれなかったんですよ。あ、まあ、女性はね、なかなかね、タイヤが入れられなかったりしますからね、はい、そっかそっか、じゃあこれに、はい、まあチューブレスにしたってことですね、はい、そうですね、まあ UST、まあマビックはもう有名なんで、いやでもかっこいいですね、もう登れるホイールだから。どうなんですか普段ヒルクライムとか？ラチェット音が好き。あ、確かにねラチェット音かっこいいですからね、はい、またでも差し色の黄色もね、いいですよね。いいですよね、はい、
はい、ということでホイールは聞いたので、はい、今使われているコンポーネントについてちょっと見ていこうと思うんですけど、はい、全体的に、まあ、シマノのこうアルテグラ組になってると思うんですけど、はい、まあ、ブレーキにしてもこの、ね、ディレイラーの部分にしても、そうですね、はい、これはもう私買った時のまま。そうなんですね。そうなんです。でもここだけ見るとね、あのグレードがついてないものですけど、これも初期のまんま。初期のままです。これもグレードついてないっていうのも今日知りましたね、うん、そうなんだそっかそっか、まあ、でもね安全面のねところで言うと、まあ、ブレーキちゃんとアルテグラなんで、はい、まあ、その辺は考えられて、多分ここでちょっとコスト調整してるのかなっていう感じはするので、まあでも今後ここ変えてもいいしね。はい、変えようと思いましたね聞いてね、大事だよね、知るって大事だからね、はい、はい、で、じゃあボトルケージはこれはどこですか？ボトルケージはタックスですね。タックス、これもあえて白で揃えてるんですね。はい、はい、そうです、全部白にして。でもちょっと差し色のね、この赤もフレームアクセントになってるのと、うん、はい、僕ね、見たことないパーツが一個あって、うん、まあ、このライト、これどこのものになりますか？これはですね、ヌービームってやつで、ヌービーム、自転車屋さんにあのおすすめされて、一回私あの後輪だけ盗まれたことがあって。そうなんだ。そうなんですよ。なので、あの後輪だけ盗まれたの？後輪だけ盗まれた。全後輪持ってけばいいのに。そう、後輪だけ盗まれちゃったことがあったので、そ、はい、でそういうのを言ったら、これ防犯機能めっちゃいいよっていうので、まずつけます。お、すごい。で、Bluetooth でこの前のものとつながって、あ、これがリモコンになってるんですね。あ、そうです。ちょっと見せてもらえたら、リモコンに、お、リモコンつないでて、で、これどうすんの？まあ、これあざ、ウィンカーにもなってるの？あ、そうです。あ、すげえ、めっちゃなってる。助けて、助けて昭和ラレトロだ。あ、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさいなんかですね、ここの、はい、ロックボタンを押すと、うんうんうん、これと連動して、誰かがこの自転車をちょっとでも触ると、さっきのアラームが鳴るようになってんだ。そうなんです。これすごいね、はい、で、これ例えば持ったままカフェとか行ってても大丈夫です、うんうん、じゃあなんかこう触れられた振動か何かで反応するようになってる、はい、そうです。これはすごい。これも音、こっちの音も消せるので、だけどこうライトだけで、あ、誰か触りましたよとか分かるようになってるんですね。そうなんですよ。この調整とかはもう簡単なんですか？スマホとかでやったりするんですか？調整いらない。入らないんだ、もうつけてこれだけで。はい、ボタンだけ。これはすごいですね。初めて見たアイテムです。はい、はい、ぜひおすすめ。通勤とかでもロードバイク使う人多いと思うので、うん、だけどやっぱり防犯とか安全面不安があると思うので、そういう方はいいと思います。ヌービームっていう。ヌービーム、はい、ちょっとこれもね、ちょっとリンクがあれば貼っとこうと思います。はい、はい、で、まあ、ついでにもこの上も見たいんですけど、サドルはどこのものになりますか？はい、サドルはですね、こちらはプロロゴっていうイタリアのメーカーですね。これでも最初についてたものではないですもんね。はい、違います、ね、なんか白色のこのサドルが欲しくて、ずっと探してて、なかなかもう今白って作られてないっぽくて、あのワイズロードさんで見つけたんで。あ、でもこれね、なんかすごい統一感あっていいなっていうのと、これ穴開きサドルなんですね。あ、そうです。これはもう女性ならではだと思うんですけど、うんうんうん、登ってたりとかすると痛いんですよね、うん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 、なのでこう穴が開いてる。これだいぶ違います。いや、本当に全然違いますよいや、違うんだ。女性は穴が開いてるサドルが絶対におすすめだと。おすすめ、はい、はい、これあの情報大事なんでね、はい、じゃあハンドル周りとかも見たいんですけど、はい、まあ、さっきね、あのバーテーパースパカツさんだってのを教えてもらったんですけど、はい、ライトはどこのものになりますか？ライトはこちらレザインの 800XL、うんうん、レザインをあえてここだけゴールドにした理由とか何かあるんですか？最初はこの、マビックに合わせてゴールドにしたんですけど、うんうんうん、マビックに合わせてゴールド、どういうことだろうマビックの黄色に合わせて、合わせてここだけ合わせたってことなんですねはい、そうです。黄色、ゆかりさんちょっと天然かもしれないあ、黄色とゴールドって一緒じゃないですかそう、厳密に違うと思うんですけどでもなんかそこだけ色をね、差し色で入れたってことですね。そうです、そうです。他にはさ、もっと、はい、まあ、さっきバーテープ白に戻したいって言ってましたけど、うん、はい、もっとなんかこうしたいとか、うん、もうちょっといじりたいって部分はありますね。ここの、なんて言うんですかね、このここ、こことか、あ、このコラムスペーサーの、コラムスペーサー、はい、これも白色が欲しいんですけど、全部ここも白にしたいんだ。そうなんです。でももう今売ってないらしいので、自分で塗らなくて。じゃあぜひぜひ、あの動画見てる方、白で持ってたら、あのフレームまでご連絡いただければはい、お願いします、はい、白にしたいです。ちなみになんですけど、ここの、ここの、はい、持ち手のところは黒じゃないですか、はい、ここは白くしたくないんですか？え、汚れが目立つちょっとよくわからないな
ここは黒がいいんだ。白あるんですかここ？白あります、あります。あ、そうなんですか、はい、もし汚れ目立たないんだったら目立つと面白いだからやっぱじゃあさすがにここは黒で、黒がいいですね、はい、わかりました、ありがとうございます、はい、あとはハンドルの周りで気になったのがゆかりさんサイクルコンピューターじゃなくて今こうスマホをつけてるんですね、はい、そうですね、うん、私そんなにレースとかなんかもう出たこともないですし、うんうんうん、必要性がないので、そうかそうか、地図だけ見れればいいのでいいですね、はい、ちなみにどこのホルダー使ってるんですか？こちらはクワットロックっていう、だいぶスタイリッシュ、ね、みんながおすすめしてくるこれが一番いいよってよく聞くので、どんな段差でも一切揺れないですし、はい、これじゃあ専用のケースと一緒にってことなんですか？そうです、はい、つけてます。これ簡単ですか、つけるの？ でも両方でつけないといけないので。あ、そっかそっか、でもまあ走ってて落ちたりすることはない？はい、ないです。これもいいですね、はい、しっかりしてます、うん、はい、ということで、はい、今日はゆかりさんの愛車紹介をさせていただきました。はい、どうでした？実際紹介してみて、人にちゃんとこれがこうでって紹介することがなかったので、うんうんうん、自分でもあ、そうなんだって思うこともありましたし、うん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 、今後こうしたいなっていう意欲も湧きましたし、何よりなんか自分の自転車褒められるのが嬉しいです。そうだよね、はい、でもやっぱ見てる側も人の自転車ってなんかこだわりがあったり、うんうん、まあ、さっき聞いたように白で統一したいっていうのは、うんうんうん、すごくこう聞いててもあのゆかりさんらしいなっていう本当ですか？はい、思いました。白可愛いじゃないですかね、だってね、そういう感覚って人によってね、いろいろあるから、うんうん、聞いていて楽しいなと思いましたね。おー、よかったです。はい、ということでぜひぜひ、今後ねゆかりさんも、フレームメンバーとしてちょっと動画いっぱい出てもらうので、応援したいよって、もっとゆかりさんの自転車見たいよって思った方はグッドボタン、そしてね高評価の方よろしくお願いします。はい、ということでまた次回の動画もお楽しみに。リドレー、ゆかりさんちょっと変わった子チャンネル登録はこちら、おすすめはこちら、僕のおすすめはこちら。あ、ソーセージもいいっすね